大和さん、もうそろそろ考え方変えましょうか。こんにちは、アジョラジョアジョラジョ時間です。はい、今日も動画撮っていきたいなと思って動画を回しているんですけど、前回じゃないな、何どんだけ前やろ、ちょっと前に、僕がね、ネットの記事見つけた大和さんの、委託切りが始まるんじゃないかみたいな記事を見つけたので、それについて動画をちょっと出してもらったことがね、何本か前の動画にあるんですけど、で、それを見た、その時にね、ちょっとイージークルー、大和さんイージークルーじゃないですか、そのイージークルーも、どんどんこう、なんか荷物が減ってきて、どんどんその委託さんの扱いがひどい、じゃないかみたいなのもね、ちょっと触れたんですけど、でもそれを見てくださったね、視聴者の方が、いろいろその DM いただいたりとか、その動画を見てね、でコメントでもいろんなコメントをいただいたりとかしたんですけど、いろんなコメントとか DM を見て、それを読んだ感想として、みんなすげえ怒ってるな、というのが、率直な感想で、俺もね、実際にそのイージークルーやったことないんで、どんな感じな、イメージというか、いろいろ調べて、俺なりに調べた結果、ちょっとこれはきついんじゃないかみたいな感じなんですけど、実際にやってる人はもっとね、やっぱ想像以上にきついみたいで、みんなすげえ怒ってるなと。大和さんで、働いてる方というか、委託でね、そういったされてる方、は、なんかもう怒りの声みたいな、いろいろこう、いただきまして。で、共通して言えるのは、俺がもうね、共通して言えるのは、さっきも言いましたけど、怒ってるっていうのと、すごい奴隷みたいな扱いみたいな、その二つがね、やっぱ結構皆さん、共通して言えるんですよね。だから、その地域とかじゃなくて、いろんなもう全国的に、やっぱそうなのかなみたいな。全国的にそういう奴隷みたいな扱いされてるというかね、やっぱ、上層部というかね、大和さんの上層部が、もうそういう考えやから、これがね、やっぱそういったいろんな視点につながって考え方がね、もうこういう風にしろみたいな、委託はこういう風にしろみたいな、そういった支店長みたいな話に行って、でも結局、全国的に、委託に入ってるドライバーさんはそういった奴隷みたいな扱いを受けるみたいな感じになってるんじゃないかなみたいな感じなんですよね。そうじゃないと、やっぱセンターとか、その視点によってやっぱいろいろな、大抵違うじゃないですか、その考え方とか。ですが、ここまで共通してみんなが怒ってるとか、すごい奴隷みたいな扱いを受けてるっていう声が多いってことは、やっぱ全国的にね、やっぱそうってことは、大和さん自体がね、そうなのかなと。もう、そうなったら相当、ちょっと考え方をほんまに改めてほしいなっていうのと、今回いただいた、DM だとかコメントっていうのも、ちょっと紹介していきたいなと思うんで、これをね、何かの参考にしてとか、もしくは、俺だけじゃなかったんやと。こんな扱いを受けてるのはもしかして俺だけなんかなとか、俺の視点だけなんかなって思われてるドライバーさん、俺だけじゃないですよっていうのを、共有したいなっていうので、今回動画を出させていただいてるんですけど、で、早速ね、いただいた、ツイッターでいただいた DM を、ちょっと読ませていただきたいんですけど、こんにちは、八丸さん。いきなりの DM 失礼します。今回の大和さんの動画で少しばかり思ったことがあるので DM させていただきました。私は今年から仲間と一緒にイージークルー始めたのですが、最初の説明と全然違い、全く稼げてません。最初は荷物があるという お話だったのですが、蓋を開けてみれば猫ポスばっかりで全然お金になりません。生活も貯金を切り崩している現状なので、今月で見切りをつけて、来月から仲間と一緒に佐川に移ります。他のイージークルーのドライバーも何人か佐川に移ってます。もっと調べて大和に入ればよかったです。もう少し早く803の動画に出会ってれば、みたいな。そういう DM をいただいたりとかですね。あと、コメントとかでもね、いろいろ、厳しい、
厳しいお言葉をですねいただいてるんで、ちょっとそういうのもちょっと紹介させていただきたいなと思うんですけど、元同僚に聞いたところ、去年までは委託さんのおかげで、社員が夕方で早上がりしても引き継ぎは委託さんに結構任せられたから、そこまで荷物増えることもなく、夜の配達でも15件とか20件とかでよかったのが、委託さんがいなくなって50とか70あるらしいですと。とんでもない。とんでもない。だから、前、ちょっと言いましたけど、その委託さんに荷物を、もうなんか全然流さへんみたいな感じになってるみたいなんですよね。で、やっぱり、全国的になんかそんな感じらしくて、まあ、ほとんど、まあ、全部とは言わないでしょうけど、まあ、おそらく8割ぐらいそうなってんじゃないかな、みたいな。ほとんど、その委託さんっていうか、もうだから、社員がパンパンで、その、委託に全然荷物が流れてこないみたいな。だから、もう全然委託が稼げてへんみたいなね、現状みたいなんですよね。だから、まあ、このコメントみたいに、その、今まではその委託さんにね、だから社員がまあ、早く上がって、残り委託さんに、ちょっとまあ、荷物をね、持ってもらって、で、社員はまあ、早く上がるみたいなことができてたのが、もう今は、なんかそういうこともなんか全然できひんくなってきてるみたいで、だから今まではね、その夜の、まあ、配達とかも、まあ、十何件とか、そんなんでよかったんが、もうなんか多い時やったらもう、70件とか、とんでもないで、配りきれんのかなっていうぐらい、すごい、だからまあ夜遅くまでね、おそらくもう社員さんが逆に辞めていくんじゃないかみたいな感じになってるんじゃないかなみたいな。だから全然なんか、バランスがおかしいことになってるみたいで、その社員がすごくもう荷室はパンパンやのに委託はガラガラみたいな。だからすごいなんかアンバランスみたいな感じになってるみたいなんですけど、他にもね、イージークルー辞めました。扱いがひどいし、先行きわかりませんからね、とか、Y 社は俺ももうやりたくないですよ。いきなり荷物切ってきましたからね。委託は荷物少なくて暇ぶっこいてるのに社員はパンパンみたいな、上は知らん顔でバカな会社だなと思って速攻辞めました。ヤマトは未来ないです、とか。だからまあやっぱそうなんですよね。まあ結局社員さんがひどいというか、まあその分ね、荷物を持ってるみたいな感じなんですよね。まああと本当に EC さんのことを使い捨てって思ってるはずです、血も涙もないです、とか。委託に関しては佐川さんの方がいいですよ、とか。僕はヤマトの経験しかないですが、話聞いてる限り社員としては待遇はヤマトは負けてないと思ってますが、大事にしてくれるなら佐川に行くべきです、とか。 Y 社のもうこの体制は未来永劫変わらんでしょうね。昔からこの体制で育てられた上層部がいる以上、おそらくこの体制の繰り返しでしょう。繁忙期が近づくと慌てて人を探しに慎む。よっぽど外部に金が出るのを抑制したいのでしょう。委託をコマにしか考えてないのは間違いではないと思います。Y 社のこの度導入したアプリも容量爆裂で使えないみたいですし、先月までいた会社ですが配達量も減らされてましたね、とか。まあ、皆さん、まあ、この方もね、今月から、佐川の方に、行ってらっしゃる方なんですけど、まあ、他にも、イージークルーやってましたけど、もともと暇な期間ってのもあり、メルカリ、ヤフオクの荷物が扱えなくなったのもあって、11時間から12時間拘束されて、時給換算で600円台前半でしたよ、とか。家までの移動時間とか入れたらもっと拘束時間長いですけど、ならやめようと思っても、委託業者と契約しているから1ヶ月から2ヶ月間やめられないわけですよ。契約期間の途中でやめたら報酬もらえなくなるから、それなのに2、3日前突然メルカリ、ヤフオクの荷物は社員でやりますからねって、おかげで時給600円台の仕事を4時間から5時間暇を持て余して19時まで待機です。ヤマトにはもう関わりたくありません、とか。まあ、ひどい。まあ、皆さん、お怒りなわけですよ。で、まあ、そのお怒りな理由もですね、まあ、こういったコメントを見てる限り、まあ、そら怒るわと。その、なんやろ、まあ、
委託っていうか、まあ、業務委託でやってる限り、個数単価でやってる限りね、もうやっぱ配ってなんぼなんで、これがね、日当とかやったらいいですよ、別にね。4時間、5時間暇を持て余して、とかやったら日当やったらいいけど、まあ、個数単価でやってる以上ね、やっぱその配ってなんぼなんで、逆に日当やったらどん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 委託にやらせるみたいな感じになってるんでしょうけど、まあ、個数単価にやってるから、やっぱその、まあ、コメントにもあったけど、その外部にね、やっぱその、まあ、経費を抑えろという、なってるんでしょうね、上層部の方で。そういった外部に、その委託が流れ、お金がね、流れすぎちゃうかみたいな感じになって、もんなもっともっと社員に配らせたらいいやん、みたいな。で、委託は、その社員に配りきれへん、その余った分を、その委託に回したらいいやん、みたいな感じになってると思うんですよね。絶対に。絶対にそうなってると思うんです。そうじゃなかったら、もっとね、委託さんを上手に使って、委託さんの生活もことも考えてね、委託さんにも最低こんだけぐらい、やっぱ配ってもらうと委託さんの生活できひんし、だからもうちょっと荷物をそっちに回してあげてみたいなんで、絶対考えるはずなんですよね。それやのに、もう荷物をもう社員に配らせろみたいな。この外部にそのお金を出すなみたいな。経費を抑えろみたいな感じになってるから、社員さんの荷物がパンパンで委託が少ないみたいなね、感じになってると思うんですよね。だからまあ、まあ、でもまあ、なんつうの、経営的にね、やっぱ苦しいから、やっぱなるべくね、その経費を抑えたいと、外部に流れるお金を抑えたいから、こうせざるを得ないとかやったらね、まだわかる、まあわからんこともないんですけどね。でも、それはね、それで委託さんの生活もあるんで、やっぱ生活できないってなるんでね、ちょっとどうなのかなみたいな、もうちょっとバランスよくと言いますか、委託さんのことも、まあ、経費を抑えたいっていう気持ちはわかりますけど、もうちょっとね、分かってほしいなとか思うんですね。そうじゃないと、やっぱその、みんなお金を求めて行ってるんやから、やっぱね、その、まあ、やりがいとかもね、もちろんありますよ。そういうのはやりがいとかもあるけど、そこが一番じゃないじゃないですか。やっぱ生活、お金を稼いでなんぼなんで、やっぱりね、そこを削られると、やっぱま、こう、みんながね、その、ほとんどの人がもうイージーやめましたみたいな、そんなばっかなんで、コメントを読んでると。だから、もうみんな、映っちゃうよと。ワイシャだったりとか、正直、まあ、都会とか向こうの方やったら、もういきなりそのイージークルーとかね、やめたとしても、まあフードデリバリーとかあるじゃないですか。まあだからそういうのも、まあ軽貨物とか、軽をね、使えるんで、車をね。だからそういうなんで、その、車を使いながら、フードデリバリーやるみたいなね。まああんないきなりできるんで、別に、明日からやろうと思ってもできるんで、だから正直そっちの方が稼げると思いますしね。正直そっちの方がね、稼げるし、割もね、今はね、今現時点ではそっちの方が割もいいですし、だから、いいと思いますしね。そんな、まあ皆さんやっぱりその、俺が思ってたイメージ通りかなと。そのイージークルードね。ですが、そのイメージ以上と言いますと、やっぱり思ってる以上にひどいなって。っていうのはありますよね。で、まあ、その業務委託の契約の件もあるじゃないですか。その、まあ、どこの会社と、まあ、業務委託結ぶかによるんですけど、その委託契約書とかでね、やっぱその、まあ、いきなり辞めてもらったら困るみたいな感じで、辞めたいけど辞めれへんみたいな、その契約で縛られて、っていうのもね、やっぱあるんで、そのコメントにもありましたけど、その辞めたいと思って辞めるって言っても、もう 2ヶ月ぐらい待たなあかんみたいな、やっぱそういうのあるんで、だからもうそれ地獄ですよね。もう地獄の時給600円ぐらいのを、その12時間拘束で我慢して、そのま、数ヶ月過ごさな、辞めさせてもらえへんみたいなね、やっぱそういう契約違反金みたいな払わされるみたいな感じで、まあ、地獄ですよね。だからね、やっぱそういうなんがあるんでね、まあ、実際その、コメントにもさっきありましたけど、その、事前に聞いてた話と、その実際に、稼げますよみたいな話を聞いてて、あ、じゃあやりますっつって、その、やってみたらもう全然話違うやんみたいな。なったらね、俺もそれどうなんやろなみたいな。それ、そっちが悪いやろみたいな。全然話ちゃうやんみたいな感じでね、でもまあそれでもね、契約結んでしまったらちょっといきなりはやめれへんのかなと思うんですよね。もういきなり、もう先月まで稼げてたんやけど、今月から荷物減ったわって言われたらね、もうそれまでなん
ですけど、向こうは向こうで絶対そういう逃げ道を持ってるんで、そういう、絶対ね、だから向こうはその荷物あるんでね、今むちゃくちゃ稼ぎますよ、つって、あ、絶対今来た方が得ですわ、みたいな感じでね、人を引っ張ってくるじゃないですか。人をイージークルをどん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 やめていくから、向こうも人が欲しいからね。どん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 人を雇うために、うまいことね、言うて、人引っ張ってくる。で、来たけど、もう全然荷物ない、猫細しかない、もう全然稼げない、みたいな。話と全然違いますやん、みたいになっても、いや、稼げてたんやけど、今急にね、荷物減ったね、みたいな感じで、もううまいことね、その、逃げ道っていうのを持ってるんで、だからね、そこで戦う、そこでね、話違うやんみたいな感じになって裁判へ訴えるみたいな、戦うのもかなり労力かかりますし、それやったらまあ、ちょっと契約期間というか、それが満了するまでもう我慢するしかないみたいなね、もうほんま泣き寝入りみたいな感じですよね。そういったドライバーさんも、やっぱ中におられるんで、やっぱ、俺が思うに、ちょっと怖いなと、大和さんのね、その、やり方というか、委託さんへの、考え方というか、社員さんはね、まあ、社員さんでどうなんやろ、ボーナスとかいいんかな、よくわかんないですけど、でもまあその分、やっぱその、今かなりね、やっぱ委託さんの分の荷物を運ばされてるわけですから、かなり偉いと思いますしね、やっぱそっちはそっちで大変やと思うんで、まあ、やっぱり俺はサワーの方がいいなと思いましたというお話です。はい。ちょっとまあ思ったよりひどいなっていうので、まあ今回動画にさせていただいたんですけど、まあそれでもね、やっぱわかんないですよ。コメント来てないだけで、いいとこって多分絶対に何個かあると思うんですよ。絶対にあると思うんですよね。俺がいまいち思いつかないですけど、やっぱりその、まあ8割ぐらいは、まあ、こんな感じでね、本当に奴隷みたいな扱いを受けてるとか、まあ、その分、委託の荷物が減らされて、その分、社員さんに流れてるみたいな感じだと思うんですけど、残りの2割ぐらいは、おそらく、委託さんも、うまいこと荷物をもらえてるみたいなところ、絶対あると思うんですよね、多分ね。だからそうじゃないと、もっともっとひどいことになってると思うんで、まあ、だから2割ぐらいはね、いい視点と言いますか、いいところ絶対ある、いい場所っていうのは多分あると思うんで、まあまあまあ、イージークルーもね、まあいいとこって絶対あると思うんですよね。多分ね。だからコメント来てないだけで、実際こんな、いや素晴らしいですよみたいな、あると思うんですけど、ちょっと今僕は思いつかないなっていうので、決して、ヤマトさんを全否定してるわけじゃないですね。僕んちにね、届けてくれる、方の荷物で、まあ、もちろんヤマトさんが来てくれることも結構あるんで、日々感謝してますんでね。ヤマトさんを褒めてる動画をもちろん出してるんで、その辺は勘違いしないでほしいなと思います。はい。ちょっと暗くなってきたんで、この辺に切りたいなと思うんですけど、まあ、他にもね、いろいろその、こういう動画見たいとか、実際今こんなんで悩んでるんですみたいなね、そういった、DM とかもいただけるんですけど、ぜひぜひ、どん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 送ってほしいなと思います。返せてるかって言われたら、なかなか返せてないことが多いんですけど、でも、ちゃんとね、読んでますし、やっぱ遅れてでも、やっぱ、それなりに返してるんで、だから、とか、あとこうやって動画で、喋らせていただくんで、よかったらどんどん、送ってください。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。